私には確かに姉がいた。今思うと不自然な水たまりがやはり姉を連れ去ったのだと私の神経繊維がささやき合う。水質の変化に意識を向けるようになってからドワーフたちの声が聞こえるようになった。水に溶け込んだ姉の気配は放射能による汚染と極めて波動が近く、気がつくと私はいつも木場公園にいた。木場公園は地下水脈の密集地だ。フレミング1000人分の電磁波が一般市民の側頭葉を刺激し、活性化したニューロンが眠っている記憶を呼び起こす。複雑に共鳴した電磁波は超電磁波を発生させ、思春期レベルにデリケーションした扁桃葉と海馬の関係が輪郭誘導シュミラクラ現象を誘発した。ノルアドレナリン、アドレスレスインディケーション、場所には力が宿る、いわゆるゲニウスロキだ。はい、日本人です。我々が暮らしている世界にすでに日本はありません。スペースコロニーのヤポネリアという場所が、サイエリアというのは
今日長い髪をバッサリ切ろうと美容室へ行ったら、思いのほか美容師さんと話が弾んでしまい、結果整えてもらうだけで長いままである。未来の絵ばかり描いている。本当にすみません。突如の眞子さまのニュースで僕が出るはずの特番が放送されませんでした。フォロワー8000人を超えたから、記念に新しく名刺を作ろう。ミッキーを本気で描いたら僕はかなり上手。今月のインスタ目標はプラス500フォロワー。いけるかいけないか。初めてカラーで投稿してみたら、思った通り25分経ってないのに100いいね。イラストレーターは期待通りの絵を描かなければならず、アーティストは期待を超えた絵を描かなければならない。どっちも大変。フォロワー5万人を超える女性ボディービルダーが僕の絵を気に入ってくれている。どうしたらいいか。アートっぽくというような発注を受けることがあるが、この場合のアートはどのようなものだろうか。言語化する必要がある。少し気持ち悪いぐらいの方が外人の反応がいい。こんなにインスタ頑張ってるのに、会う人会う人にツイッターのことしか言われない。面白い。村上さんはゆずを聞いて絵を描いてるんだろうか。インスタを始めて早1年半、フォロワー7000人を超えたので新しいサービスを始めました。似顔絵描きます。1万円。この世で一番無駄な時間は、ベッドに入ってなかなか眠れない時間。僕にはそんなくだらない時間は一切ない。今トイレで見た自分の顔がジョン・レノンのイラストそのものだった。気持ちが悪い。アメリカのすごい俳優さんからフォローされた。フォロワー88万人。スワイプミスか。今日は僕がこのオフィスで一番派手な格好をしているが、しかし僕以外全員英語ペラペラだ。多分反比例してるんだろう。毎日毎日仕事でもないのに書いている僕は本当に偉い。なぜ仕事じゃないのに節分に合わせて鬼を書くのか。答えはネタ切れ。インスタに絵を上げすぎると飽きられる。でも黙っていてもフォロワーは増えない。だからインスタでは飽きられてもいいような表現でフォロワーを獲得すべし。とっておきはとっておけ。
仕事が山ほどあるのに、明日のインスタで発表する絵が決まらないと仕事に取りかかれない。本末転倒。わざわざ毎日見に来てくれて、毎日毎日いいねしてくれる人がいる。30人ぐらいいる。どこの国の人かわからないが、本当にいい奴らだ。あの手この手で彼らを楽しませたいという気持ちを伝えたい。やばい、今日の投稿でフォロワーがどんどん減っていく。でもこのスリルが最近たまらない。20人限くらいは許容範囲、それ以上は冷や汗。誰も信じてくれないけど、僕空を飛べるんですよ。子供の頃飛んだことがあるんです。一度だけですが。なんだか今日は行けそうな気がします。ちゃんと撮ってくださいね。インスタアップするんで。私は姉に会うためにスプーンを握る。マッチ売りの少女ではないが、スプーンを握ると姉の気配を感じることができる。私のその能力を強化すべく、子供の頃にお世話になった超能力研究所サイコにもまた通い始めた。星の導きです。満ちてます、満ち満ちてます。創設者の星光と星エトワールと、ミスターインフィニティと、ミスターマトリックと、ミスタースタートリックと、ミスタースターゲイザーが同一人物であることを知っているのはおそらく私だけだろう。サイコにはカウンセリングルームが併設されている。というより、表向きには精神科の医療施設として知られている。私はある日、少年と出会った。その少年とすれ違った瞬間に、私は確信した。間違いない。少年は私だ。翌日私はカウンセリングルームを訪れた。一歩踏み入れると、
すぐに不思議な感覚に襲われた。初めてなのに全てを知っている感覚、その明瞭さはもはや記憶以上だ。受付にはやはりリセットストーンが置かれていた。私は嘘つきである。私は人間の作った言葉を信じていない。感覚が全てだ。言葉は嘘をつくためにある。
美術に触れても絵以外のものは絵よりも圧倒的にわからないから、結局絵が面白いな、好きだなって毎回思う。でも分からなくても見続けて触れ続けることが大事なんだろうな。認知症のおばあちゃんと添い寝する仕事がしたい。泣きながら心許す人に抱きしめてもらうか、気に食わないやつを一人ずつ殴っていくか、心の中にこの二択しかない。ポップコーンをケツの穴から食べたいぐらいポップコーン好き。今まで人と喧嘩して仲直りしたことないんだけど、人間としてまずい気がする。ルドンの花の絵をいっぱい描いていて、どれもいい感じだ。みんな誰のために生きるんだろう。あー、また頑張って描いた手紙を出す前にどっかにやっちゃったよ。誰が知らないと、わからないと、詳しくないと、美術に触れちゃいけない風潮にしたの？許さない。ダーフォンピングはダーフォンピングは全ハウツ、全ハウツ、イゲレイゴ、イゲレイゴ、ミユラン、ミユラン、リャンツラフ、リャンツラフ、パートクエン、パートクエン、いつめよエンジン、いつめよゼーパー、全奇怪、全奇怪。どなたでも作れるようになります。
エネルギーを、核エネルギーを作り出すための、専用の人間が必要になってくる。私はフリーの水質調査員。調査の結果を毎週環境省に提出することが私の仕事だ。私は特殊な能力によって汚染水を探し当てることができる。交通費は支給されないが、最古からの試験料で大抵のところには行ける。おそらく最古は国とつながっているのだろう。流れる景色がもたらす催眠効果がセロトニンの分泌を促し、私は無に没入する。春夏秋冬、雪月風化、気象転結、喜怒哀楽、この世のすべての事象が溶け合い同等になる。移動こそが不動であり、なおかつ不動小数点における仮数奇数指数による打ち切り誤差を含んだ疑似無限大こそが人類にとっての宇宙である、という物理学者のおままごとのパッケージデザインについて思いを馳せた。行きか帰りかなど私にはどうでもいい。移動による電位の変化が重要なのだ。決まった時間に現れる物騒な飛行物体が、来るべきザ・デイ到来に向けてわずかに空路を変更した。彼らは私が監視されていることに気づいていることを気づいているのだろうか。Thank you.
ゴールデンウィーク直前の穏やかな昼下がり、下腹部の違和感は徐々に痛みに変わり、睡魔撃退のための熱いコーヒーはクラシックミュージックに誘導されて柔らかな方向音痴に陥った。2015年7月1日、バイラルメディアに取りつかれたおじは極度の動悸続きに変貌し、朝と夜とで全くの微塵だったといいます。ささくれだった止まり木の周りを飛び回っている強化人間の廉価版はチャイムの合図でクライシス。
あなたは誰ですか？満ちてます。満ちてます。気分はどうですか？海。海に、海を、海が見たいです。今日は何年ですか？雨は止みましたか？あなたは誰ですか？My name is Stanley Milligan. I don't know if it's...